ね。おかしい。あまりにも早すぎる。マリサにもモンスターと戦わせる際に同じ使用をさせたことあるけど、マリサですら1週間はかかった。上海、上海、ミネちゃん。はい。どうやって捕まえたの？メイリンさんが言ってたんですけど、力が宿っているものには必ず感じ取れるものがあるらしいんですよ。それを思い出して集中していたら、なんかいつの間にか目の前にいて、捕まえることができました。なるほど。気づいたら？どういうこと？確かに上海には私の魔力が含まれている。しかし、魔力を感じ取っている場所を把握できたとしても、上海は本気を出せば素早さは音速を超える。わかってないみたいだし、聞いても無駄か。アリスさん、大丈夫ですか？考えすぎか。なんでもないわ。次行きましょ。はい。それじゃあ次の使用は魔力を扱い魔法を覚えましょう。おー、魔力にも種類があるわ。主に攻撃系の魔法、炎、霊気、雷、風、水、光、闇など属性魔法を扱うのが黒魔法。回復系やサポート系なら白魔法。それ以外には緑魔法や青魔法も存在するけど、とりあえずそれはまだいいわ。はい。人によっては得意、不得意があるけど、ミネちゃんは何か覚えたい魔法はあるかしら？それじゃあキルノちゃんの言う最強の攻撃で、わかったわ。それじゃあ私がやってみせるからよく見ててね。まず霊気の場合は冷静さが大事。そして一番大事なのは強くイメージすること。イメージする内容としては、内なる力を一点に集中させながら、集中させた箇所に周りに流れてるエーテルを集めるような感じ。おお、すごい。種類によってはイメージする内容が違かったりするわ。そして引き出した力を一気に解き放つ。考え方としては、氷のように冷たい心を持つ感じかしらね。ここまででわかんないことあるかしら？全部わからないです。まあそうよね。一つ一つ教えるわ。一回やってみてもいいですか？いいわよ。まあさすがにすぐに覚えられるようなことじゃないから、ゆっくりで大丈夫よ。そうね。まずは力の込め方だけど。嘘でしょ。わわわ。出た。アリスさん、できましたよ。やはりおかしい。まだ基礎すらわからない子供が。何が起きているの？あの規模の小ささから間違いなく初心者。しかし魔力を感じられないのはなぜ？だとすれば、ミネちゃん。はい。ミネちゃんの能力って何だったっけ？何だったかな。確か霊夢が言ってたのは、思いとか願いを実現、なんかよくわからないですけど、そんなこと言ってた気がします。実現、私も難しくてよくわからないんですよね。そうなのね。上海や今の魔法も実現、そう言ってしまえば済む話かもしれない。しかし、本当にそれか？もし思いの力で全て実現できるなら、発散の時に行かせたくないと思いが働いたはず。単純に力不足で実現できることに限りがあるだけか。ミネちゃん、もう一度やってみせてくれる？わかりました。ミネちゃん、一度休憩しましょう。それか上海と遊んでてくれる？はーい。上海ちゃん、行こう。上海。魔力、揚力、霊力、気力とも違う。何か特有な力。まるで、神そのものの力のよう。そして、見ただけで瞬時に習得する力。はぁ、私の特訓って何だったんだろう。さすがにこれ見たらへこむわ。ただ、加減を知らないみたいだから。そこはしっかり覚えさせなきゃね。さっき私が発動した魔法よりでかい。キルノが見たら泣くわね。あはは。ソフィア、あなたの子供、大きな使命を背負うことになるかもしれない。キシンさん、マシンさん、大丈夫ですか？大丈夫なように見えるのか？聞いてみただけですよ。そろそろ意識が飛ぶぞ。もう、何が本当かわからなくなってきた。あと数分です。頑張ってください。あれ、お嬢様って言ってたっけ？死んでる。おい、早くしろ。私よりこいつが先に壊れそうだ。わかってますって。もう少しです。もう少し耐えてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録をお願いするわ。最新の動画や再生リストがございますので。
王様待ってくださいよ。わおっとっと。あ、チャンネル登録はこの真ん中のやつだぜ。って言ってる場合じゃねえ。どこに逃げた？あそこか。逃がさないわよ、ノリさー。ちょっと借りるだけだって。あ、ダメ。